トリニティ軍はアメリカ合衆国カリフォルニア州北西部に位置する軍である。軍領域はトリニテ側に沿いサーモン、クラマス山脈の中にあり、大半は岩山が多く森が深い地にある。面積は200万エーカー以上あり、2000年国勢調査での人口は13,022人だったが、2010年では13,786人と、 なり5.9%増加した。軍庁所在地は、軍内最大の町でもある、ウィーバービルで、人口は約3500人である。トリーニティ軍には、交通信号、高速道路、パーキングメーターがなく、さらには法人化された都市もない。1999年まで全国チェーンの店や、レストランもなかったが、その後バーガーキング、ムービーギャラリー、 ロングスドラッグス及びサブウェイが開業してきた。郡庁所在地のウィーバービルはカリフォルニア州でも最古クラスの建築物があることで知られている。1856年に建設された郡庁舎は州内で2番目に古い建物であり、ウィーバービルドラッグストアは1852年以降、処方箋を扱ってきた。ジョスハウスは1873年の建設であり、地元では 同教の寺院として有名である。トリニティ軍は1845年にピアソン B リーディングが名付けたトリニティ川にちなんだ命名である。リーディングはその川がトリニダード湾に注ぐという誤った考えを持っていた。トリニティはトリニダードに対する英語で3位一体を意味している。トリニティ軍はカリフォルニア州が 州に昇格した1850年に設立された軍の一つである。軍領域の一部は1852年にクラマス軍に、また1853年にはハンボルト軍に活用された。トリニティ軍の山脈アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は3208平方マイルであり、この内陸地は3179平方マイル。 水域は29平方マイルで、水域率は0.90%である。群内にはトリニティアルプスを含むシャスタトリニティ国立の森のかなりの部分が含まれている。夏は海晴で日照があり、暖かく大変乾燥し、標高の高い場所で起こる山岳性雷雨を除いて6月から9月にはほとんど雨が降らない。冬は大量の降水量がある。 警告の底部で高度3300フィート以下では雨となり、高度3300フィート以上では雪となる。12月、1月及び2月に最も降水量が多い。自然のままの川や水流があり、地形は岩が多く、森林に覆われ、標高の最も高い地点は9000フィートにもなる。クラマス山脈が群量域のかなりの部分を占めている。 トリニティ郡には法人化された都市がない。トリニティ交通が、修道3号線と299号線上にバス便を走らせ、ヘイフォーク、ダグラスシティ及びウィーバービルをつないでいる。トリニティ郡内には、トリニティセンター空港、ウィーバービル空港、ヘイフォーク空港、ハイアンポム空港及び、ルス空港と5つの一般用途空港がある。トリニティ郡は、 アメリカ合衆国大統領及び連邦議会選挙で共和党寄りの軍である。2008年以前の大統領選挙で民主党が最後に勝ったのは1976年のジミー・カーアッターである。1992年の選挙では州内で唯一独立系候補者のロスペローが多数を獲得した軍となった。しかし2008年の選挙では バラック・オバマが有効投票数の51%を獲得し、共和党候補者、ジョン・マケインを破った。アメリカ合衆国下院議員の選挙では、軍内の大半がカリフォルニア州第2選挙区の一部であり、カリフォルニア州議会下院議員の選挙では、第1選挙区、カリフォルニア州議会上院議員の選挙では、第4選挙区に入っており、2010年時点で、 州下院議員以外は共和党議員が務めている。2010年11月2日、明大19に関する住民投票で、軍内投票者は法案を否決した。これは大麻に課税し規制するためのカリフォルニア州憲法修正案だった。大麻の栽培は州法と連邦法の双方で違法であり、カリフォルニア州明大215の下で、 医療用大麻の生産者と使用者のみが告発対象にならないでいる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。